法人税収 4.3% 増に鈍化。財務省が2018年度予算案での税収見通しを固めました。法人税収は2017年度に比べて 4.3% 増の12兆2000億円、10% 以上の伸びを見込んでいる2017年度よりも鈍化します。グローバル化が進んで海外子会社の収益などが課税の対象になりにくく、企業業績との相関関係が弱まっていると。所得税収21年ぶりの19兆円程度、消費税は過去最高の17兆6000億程度となる見通しと、企業としては法人税の減税は嬉しいことなんでしょうが、一方税制で恩恵を受けた企業のいい業績で税収が増える構造にはなっていないということなんですね。簡単に言うとこういうことです、はい、法人税を減税されました、はい、じゃあ純利益が増えました、はい、でじゃあそれをどこに投資しようかと、うん、こんだけお金が、現預金あるからさすがに投資しよう、じゃあ外国で外国に投資をするとここにありますけども、税金がなかなか取りにくいということで、税金が戻ってこない、という構造になっちゃってるんですよ、じゃあそれをどうするかってことですね。そうですよ。ね、本来はむしろ法人税引き上げた方がいいんじゃないのと、むしろ、ね、会社の経営者として私は嫌だけど、はい、ただそっちの方が国家のためだと私は思いますけどね。はい。2018年度の税収で最も多いのが所得税です。はい、財務省2017年度について年初に見積もった17兆9000億から18兆6000億に、この7000億ですね、上方修正します。賃上げによる給与の増加で税収が増える見通しと日経新聞には出ておりますが、これいかがですか。上がっとらんだろうがって話ですよね、本当にね、はい、これどういうつもりでこういうこと書けるんですかね。要は希望ですよ、希望的観測だ。この希望的観測2013年からずっと騙されてるでしょ皆さんって話ですよね、はい、見積もりですもんね。見積もりか、結果で考えた方がいいと思いますよ。そうですね。本当に。で、消費税については2017年度は年初の見積もりと同じ17兆1000億。2018年度は去年に比べて 2.5% 増加、5000億の増収を見込んでいる。はい。これも見込み。これはね、実質賃金が上がってない。つまり、我々の所得が増えてない中で消費税収が増えるってことは、つまり、可処分所得がさらに減ってくることですよ。使えるお金が減ってるってことですね。そうそうそう、だから考えてみてください。年収300万円の人がいますよと、はい、で手取りでいいです、それが今度消費税率が 10% になりますよね、はい、その手取りから30万円税金取られるって考えてください。ほとんど消費税高高いからほぼ消費でしょ、年収300万円のぐらいの人は、そこで30万円税金払うんですよ皆さん、ということ考えたらこの消費税率、消費税がどれだけ恐怖かというのが分かると思います。私ね、逆に高所得者層は気にしません、なぜかというと年収1億円の人って絶対1億円、使わないから、せいで使って1000万ぐらいでしょという話になるから、税率的には低くなるんです消費税って。そういうことがあるってことなんですね、新幹線とリニア中央新幹線。この時間は日本の交通インフラの話題をしていただきます。全国各地で新幹線誘致のための署名活動、これが三橋さん展開されているそうですね。そうなんです、私ね今年、間もなく終わりますけど、日本青年会議所、JC さんの、アドバイザーやってまして、それでみんなでですね、新幹線各地に誘致しようってことで、署名活動が始まってましてですね、もう若い経営者の方々が頑張って署名集めまして、四国新幹線だけで12万人分、四国で12万。署名が集まったんですね。で、四国新幹線って聞いたことないんですよ。そうですね。でも、一応基本計画はあるんですよ。はい。でも基本計画のままだと全く、整備される可能性ゼロで、これを整備計画化、そして事業化。事業化が工事ですね。はい。そこまで持ってかなくちゃいけないので、四国新幹線とか、山陰新幹線とかね、あと、奥羽新幹線とか、上越新幹線とかについて、なんとか整備計画にしてくださいっていう署名活動をやってたんです。計画はあります。そしてね、ゴーサインが出ると、用地確保したりだとか。そうです。ね。そして進んでいくという、それはおそらくラジオ機の方の頭の中にも、で理解できるかと思う。でもよく計画はあるんだけれども、計画のまま終わるっていうケースありますよね。そうなんですよ。終わっているというか、まだ進まないというのが正確か。そう、四国新幹線とかの基本計画ってね、大体50年前に立てられたんですよ。50年前ですか。半世紀前ですよ。半世紀間何もやってないんですね。はい。なんでかというともお分かりでしょうけれども、もちろん財源問題です。お金。はい。信じがたい話なんですけど、日本政府って国家の基幹インフラである整備新幹線に、毎年わずか700億円台のお金しか出さないです。700億円台です。はい。で、このまま PB 目標、いわゆるプライマリーバランス目標があるので、こういう、そういう状況になってるんだけど、PB 目標が維持される限り、全国各地の新幹線整備はね、22世紀になっても終わんない。
はあ、はい。これ変なんですけどね、新幹線って明らかに投資じゃないですか。はい、インフラが残るわけですね。だから、赤字国債で年金で渡しちゃいました話じゃなくて、明らかに投資なんだけど、そういうものまで、要は建設国債で整備する新幹線とかまで PB に入れちゃってるんですよ。基礎的財政収支。もうおかしい明らかに。はあはあ、その投資をプライマリーバランス、うん、まあ、基礎的財政収支に入れる、はい、このおかしさってちょっと教えていただきます。おかしさね、簡単にわかるんです、はい。皆さんが家計で家を買います。はい、住宅ローン組んで、例えば3000万円のローン組んで、はい、それで家買いました。で、家という資産残ってるんですね。もちろん3000万円の負債もあるんだけど。はい、その3000万円についてね、今月の給料、例えば30万円、3000万円ですね。3000万円ね。3000万円で家買ったらします。で、今月の給料30万円、支出3000万円ってやらないでしょ、絶対に。はい、住宅ローンで支払いと金利分だけですよね。はい、で、企業だとそうでしょ、はい。企業が1億円の投資しましたと。1億円の支出費用ってやりません。はい、減価償却するんです、はい。だから、投資系の費用っていうのは、その減価償却とかローン的に割って、それで費用計上するのが当たり前なんだけど、全額乗っけるんですよ。つまり財務省の今のやり方は、お小遣い帳。はい。はい。家計の家計簿以下なんです、彼らの頭の中は。はだから、10兆円の公共投資だったらいきなり10兆円って支出乗ってくるんで、はい、違うでしょ。もう60年で消却するんだから60で割れないんですよ。はい。そういうふうになってるからおかしいでしょっていうことです。あ、そうですね。はい、あと以前から三橋さんおっしゃっていたですね、はい、リニア中央新幹線。うん、先日、大林組はじめとする大手4社のゼネコンによる不正受注というのが、まあ、発覚した。はい、これ先ほども、お伝えしましたけども、これで、はい、この影響ですよね、うん、リニア中央新幹線完成にこの影響が、まあ、出るのか出ないのか。これもね、わけがわからない話です。はい、リニア新幹線は、はい、これは、公共投資じゃありません、はい。JR 東海が自費で作るんです、はい。だから銀行からお金借りるか、もしくは財政投融資だ、お金、政府のお金入るけど、それは返済するものなんですね。はい、その民間企業のプロジェクトについて、例えば大林組とか大手ゼネコンが、まあ談合して受注調整して、はい、それで、まあこういう、あえてこういう言い方しますけど、実際に工事が始まる何年も前から、はい、うちはあそこの部分をやんなくちゃいけないからということで、準備をするための投資をやってたんですよ。はい。2011年からね。そう、2011年から。工事始まったのは昨年ぐらいでしょ。はい。はい、で、今回って、例えば世界最長のトンネル工事とかあるわけですね。はい。当然そういうのをやるんだったら、技術投資とか設備投資とか人材投資やらなくちゃいけないと、はい、それでね、実際に準備して一般競争入札でーすってやって、はい、じゃあ安いところを取ってくださいってやったらね、うん、落ちる可能性があるわけですよ、はい、だから全部準備無駄になっちゃうじゃないですか。だってお金かかってますよね。かかってますよ、その時点で、ね、だから事前に調整して、それでじゃあみんな一番いいところをやった、うん、いい品質で、はい、それで立派なリニア新幹線作ろうじゃないかっていう話が何が問題なのかと、はい、これは談合だって言ってるわけでしょ、はいはい、まあそれ談合かもしれないんだけど、これ何が問題なんですかねと、逆に一般競争入札にやってね、それで品質が悪いものを作って、これは安く済むかもしれないんだけど、はい、しかもこれね、JR 東海が文句言ってんならいいんだけど、JR 東海何も言ってないんですから。まあ、後期が心配だった、ね。そちらも心配ですよね、当然、はい。何やってんだろうっていうのが、今の日本国会であり、日本政府であり、公正取引委員会なんですよ。これ、だから、選び方間違えましたかね。例えば、一般競争入札にしないで、はい、もうちょっと違うやり方で業者を選ぶ、企業を選ぶ。それをやると、それはそれで、なんか、なんで随意契約やってんだとか怒るでしょ。でもね、はい、例えば、カローラを調達しますとかね、はい、これ一般競争入札でわかるんですよ。どっから買ったって同じだから。はい、いや、このリニア新幹線のインフラ整備は絶対違いますよね、そこを一緒にしてる時点と本当に今の日本おかしいと思う、これでもそうなってくると、実際はリニア中央新幹線の工期というのに影響してくるんですか。そうですよ、しますよ。私はこういう話をすると、三橋は談合はいいっていうのかって言うんだけど、あえて言いますけど、いいですよ、別にこういう話だったら、この安全ということに関して、安全と後期ね、あとリニア新幹線、ね、巨大プロジェクトで、しかも超スーパー技術使うわけなんで、そういうので一般競争入札やんなくちゃいけないって言ってる方が頭がおかしいと思う、私は、あえて言いますけど。さて、危ないといえばこれ、大地震というのもですね、私たちは構えておかなければいけません。こういうニュースがあります。北海道沖の千島海溝沿いで、今後30年以内にマグニチュード 8.8 以上の超巨大地震が発生する確率、最大 40% とする見解を政府の調査機関が発表しました。東日本大震災に匹敵
匹敵する規模の地震がですね、切迫している可能性が高いとして対策を呼びかけています。まあ、この対策っていうのは一日も早く、そうです。あと私たち一人一人も、はい、意識しなきゃダメだと、ね。そう、津波は教育で相当助かるんですからね。はい、もう徹底して、とにかく逃げることっていうのを徹底しなくちゃいけないです。はい、あの高い方に、はい。あとは、まあ大体同じようなところにいる人はどこに逃げるのか。はい。はい、パニックにならないように。はい。あのね、東日本大震災の時に、釜石だったと思うんですけどね。はい。その2日ぐらい前かな、確か避難訓練やったんですよ、災害に対する、でみんな防災センターに逃げ込んだんですね、その時、はい、でその直後に東日本大震災があったから、みんなそこ逃げちゃったんですよ、はい、で2階建てだったんです。はあ。だからもう助からなかったんです、みんな、はい、ですからまあ想像を絶する津波が来ましたからね、はい、まあ一方ではその普段から小学校でね避難訓練をしていて、はい、で助かったっていう学校もあの時もね、小学校ってでかいから3階建てじゃないですか、でも、逃げようっていう判断でみんな逃げたんですよ。だから助かったんだけど、3階に車突っ込んでましたからね。私見ましたけど。そこまで行ったんです、水が。はたまたね、その、まあ、教師の判断で、残念ながら命を落とした小学生もたくさんいたなんていう学校もありましたし、でもそういうことを全部ひっくるめて、その事前に、三橋さんおっしゃるように、津波が起きたと想定して、それも予想外の高い津波が来ると想定して、じゃあどこに逃げるのか。しかも事例があるわけですよ。はい、私たちの記憶に残っているものがね。はい、はい、で、今度は逆に、いや、私、千島海溝沿いには住んでませんのでという人は、うん、例えば東京近辺だと首都直下型地震、はい、これも30年で7割の確率で来る南海トラフ地震、はい、これもありますしね、注意は必要です。さあ、それではここからは三橋さんにこのテーマで話を聞きます。消費税増税と残業規制。この時間は2019年 10% への増税が予定されている消費税について三橋さんにお聞きします。三橋さん、はい、このままだと予定通り増税ということなんですかね。それはそうですよね、はい、もちろんその増税反対の声が上がり始めてますけれども、はい、今のところ増税でね、はい、問題だなと思うのは、消費増税も問題なんだけど、はい、最近増税の話がラッシュでしょ、はい、所得税改革とか、はい、タバコ増税とか、国税とか、はい。もうね、財務省は、その選挙が終わって、その自民党の支持率とか安倍政権の支持率も関係ないから、もうやりたい放題増税路線で走ろうっていう感じでやってきてますね。はい、明らかに。そんな中ですね、おはようテラちゃん活動中、木曜日のコメンテーター、京都大学大学院教授、藤井聡さん、はい、は、以前からこの増税は反対を訴えてらっしゃる。まあ、藤井先生、内閣官房参与でいらっしゃいますけれども、はい、なんか面白い実験をされて、その、消費税率を変えてですね、はい、それでその対象者たちが、被験者たちが増税後に商品を買うか買わないかっていうのをこういうのを調べたそうなんですよ、はい、ですごく問題な結果が出たのが、はい、消費税率が 10% になった場合に、心理的負担感が一番大きくなると、なんでかというとね、計算しやすいから。はあ、そうか、1割そう10だから10% だから8% とかなかなか計算できないと。例えば 19,800円の 8% って計算できます、はい、私できない。できません、ね、でも 10% だったら1980円ですね。はあ、瞬間的にわかるんですね、あれは 39,500円は3950円と、はあ、いうことで、この心理負担感がとてつもなくでかくって、はい、前回の 8% 増税時の 1.5 倍の消費縮小効果をもたらす可能性があると、はあ、縮小しちゃうってことですよね。そうです。分かっちゃうから。分かっちゃうから。だから買わないんだから買わない。ええー。はい。で、はい、消費税率 8% に引き上げたとき、はい、日本の消費ってのは、これ民間最終消費支出って、まあ、いわゆる個人消費ですね。はい。個人消費の実質値で8兆円消えたの。8兆円ですからね。はで、その 1.5% ってことは、1.5 倍ってことは、12兆円の実質の消費の縮小の可能性があるんです。はい、19年10月の消費税率の 10% を上げるとすると。そうなんです。はい。これ大変でしょ、数字的に。そうですね。今まで、この前 8% に上げて、はい、こんなに冷え込んじゃって。そうです。で、ようやくまたそれが戻りつつあると。まあ、まだ13年の数字回復してないんですけどね。戻り、はい、戻ろう。そうですね。ちょっとずつという。まあ、そこに来て、この、まあ、言ってしまえば再来年2019年 10% になると、はい、今、三橋さんおっしゃったみたいな。ことが。そう、14年以上の落ち込みになるでしょうね、これは。と、目も当てられないなという感じですよ。そうなんですよ。はい。さて、さらにですね、もう一つ、この残業規制の問題もあるということですね。これもね、大問題で、はい、要は、電通のね、
まあ、女性社員さんのあの問題で、はい、なんか一気に残業を規制しようって話になっちゃったんですよ。いや、まあ、それはまあ別にね、いいんだけど、はい、でも当然残業できないってことは、今まで残業代で稼いでいた方々が給料が減るってことなんですよ。はい。はい、で、大和総研の試算によると、この残業規制、まあ働き方改革とか言ってますけど、この残業規制によって国民の所得が最大で年に8兆5千億円減少するそうです。はあ。また兆円なんですよ。また兆円です、ね。また兆円なんです。8兆5千億。これが19年なんです。はあ。わかります？何言ったんですか？消費税が上がるのが、その同じ年なんです。19年ですからね。だからその19年に消費増税と残業規制だけで、20兆円超の需要縮小になるんですね。日本は。はい、そこに、東京オリンピックのインフラ整備の終了。はい、20年もやりませんからね。19年で終わりなんで。ね、できてなきゃいけないわけないんですよ、はい。さらにそこに、各種の増税、はい、社会保障改革と称する社会保険料の引き上げとか、あるいは所得税外改革と称する所得税の所得控除の縮小、まあ、850万円以上の人だけだ、だけど、そういう増税が加わってくるので、絶対にこれは日本は19年から深刻な悲惨なデフレに逆戻りします。まあ、今だって物価下がっちゃってるけど、これはさらに悲惨なことになるのはもう確実です。となるとですね、三沢さん、その消費税の増税、そして残業規制、これどうすればいいんですか？まず消費増税については、はい、これは、延期するか、はい、まあ最低でも延期。凍結すべきですね。凍結、はい。はい。だってもう結果分かってんですからね、すでに。で、残業規制についても、これ見直すべきですよ。いや、考え、ちょっと不思議な話ですけど、はい、まあ確かに残業でね、悲惨な過労死されてる方いっぱいいて、その電通の彼女の話も、まあ、おかえそうだと思いますよ。はい、でも、そういうミクロな事例の結果、国民の所得が8兆5000億円減るんですよ。これって正当化されるんですかねって話だから、ちゃんと見直すべきだと思います。はい、はい、そうか、見直しですね。で、残業規制の方はね、これは厚生労働省の話なんだけど、はい、消費税はもちろん財務省。はい。はい。でも、そのプライマリーバランス黒字化目標が、今、もう継続してますから、はい、とりあえず消費税増税っていうのは財務省的には正当化されちゃうんですよ。だって PB 目標があるじゃないかと、はい、いうことなので、このプライマリーバランス黒字化目標をとにかく破棄すること、はい、これをやらないと話が始まらないですね。まずは基礎的財政収支、まあ、これはもう決定されてるけれども、それを目標を破棄する、はい、で具体的には、はい、来年の6月に骨太の方針2018ってのを閣議決定するんですね、はい、その骨太の方針に入ってくるんですよ、このプライマリーバランスが、はい、そこで破棄する、あ、破棄するって言うと大げさだからこっそり入れない、こっそり入れないすっ抜いちゃうみたいなことをやらないとダメですね、あ、もう来年の6月ですね、そうです、これね、でそこで残っちゃうと、19年度の予算ってのがプライマリーバランスに基づいてやるってことになっちゃうから、消費増税はもう延期も何もできないでしょう、はい、でさらに残業規制もやるってことになると、まあ、20兆から30兆の需要縮小効果だから、はい、日本の GDP はだいたいマイナス6%ぐらいかな、はい、というとんでもない状況になっちゃいますね。リーマンショッククラスですよ、はい、はい、でもこれはもう毎回聞いてますけども、はい、財務省だって分かってることですよね。いや、財務省は関係ないですもん、そんな話、はあ、彼らは出世できるかどうかだから、このそれこそ消費増税とかに成功すると出世できます、はい、でその出世した人が事務次官になって、そういう人が下でね、財政拡大ですよなんて言ってる人を引っ張り上げるかって言ったらそんなことしないんですよ、左遷されることになるから、財務省の中で出世するためには緊縮路線を次々にやらなくちゃいけないと、いうことになってるだけなので、その構造を変えるのと同時にプライマリーバランス黒字化目標は閣議決定で破棄。はい、この二つやらないとダメですね、で、できるんですよ、一応。はい、でね、憲法改正って、あれ国民投票必要じゃないですか。はい、敷居高い、ハードルが高いんです。でも、私が今話してる話、例えば財務省の出世のルール変えますとか、あるいはプライマリーバランス黒字化目標を破棄します。これ閣議決定でいいんです。はい。はい、だってなぜかというと財務省の人事権って今内閣官房持ってるんで、あーはー、はい、だからもう閣議決定で財務省の出世のルールっていうのは、GDP を増やした人が、増やすのに貢献した人が出世しますって形にやっちゃう、はい、で閣議決定できれば法律にすべきです、そうしないと財務省は、いや、もう今安倍政権はそんなこと言ってるけど次のやつは違う風にしちゃえばいいんじゃないかってことで、まあ、ここだけの話、ラジオで言っちゃうけど、安倍政権の次の候補いますよね、はい、自民党の総裁候補の人たち、はい、全部洗脳されてます、はあ、3人いて3人ともやられてます。ああ、そうですか、はい、となると、じゃあ法律でやっとかないと、私たちに何ができるかって言ったら、はい、これも以前から三橋さんおっしゃったみたいに、はい、まあ、政治家を動かす、そうです、地元の国会議員です、はい、はい、地元の国会議員やらないとダメ、そうしないと、もう本当に、ね、これ本当に貧困化します、本当の意味で小国化しますよ、19年に日本は、